亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、黙祷が捧げられます。各地に甚大な被害を与え、たくさんの尊い命が失われました。お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたします。また地震災害に遭われた方々にも心よりお見舞いを申し上げます。これより地震災害でお亡くなりになられた方々へ哀悼の意を込めまして黙祷を行いたいと存じます。皆様どうぞご起立くださいますようお願い申し上げます。 Ladies and gentlemen, we would like to observe a moment of silence for the victims of the Tohoku Pacific earthquake. Please rise for the silent prayer. 黙祷。皆様ご着席ください。2人とも助走を取った。遠藤が蹴った。決まった。遠藤のフリーキックが決まった。いや今壁に入った形、そこを本田選手が狙うというような、ね、イメージがやっぱ我々も今話しましたけど、感じではいたんですけれども、はい、非常にこうワンランクアップしたところでの 3-4-3 という新しいシステムを、まあ、勉強習得できたという感じがありますよ、はい、カズが抜けた。カズがシュートを打った。カズが決めた。来た。さすがだ。やはりこの男が決めた。そしてカズダンス。いや勇気をくれるね。すごいよ。もうセル前からの動き出しですよね。この飛び出してまたキーパーこれね、難しいよね。キーパーが近くにいるとコースがないので、はい、あとやはりショートバウンドでボールを打つという技術が非常に難しいんですけども、はい、いやー冷静でしたね。冷静だし、経験が凝縮されてるシュートですね、これね。